今回はこちらアディダスの最新バッテー、こちらはアディダスのエアロレディというバッテーになってます。今ついてるのはこちらのホワイト、そしてもう一つこちらのブラックイエローといった、まあ、少し迷彩柄のような感じになってますね。このような柄のついているバッテーになってます。でこちらアディダスのバッテー、この親指の甲の部分、コマタフと呼ばれる補強革はついてます。そしてこのように、まあ、エアロレディと言われる、まあ、少しメッシュっぽい通気性のいい素材、そして握った形マイクロフィットっていう握りやすい手の形をしてます。で手のひらもこのようにシープレザーで柔らかく、つけ心地もめちゃくちゃいいです。ホワイトの方は結構シンプルなデザインではあるんですけども、本当につけ心地めちゃくちゃいいですね。夏でも本当通気性が良くて蒸れないような感じがします。そしてもう一つエアロレディじゃない種類もあります。もう一つのこちらのバッテですね、こちら結構ベーシックスタイルって言って、まあ、結構シンプルなものやってます。でこちらの方は結構カラー展開が豊富で、このような感じでいろんなカラーがあります。なるほど、高校野球対応の白黒、そして、まあ、自分の好きなカラー選んで使えるのかなと思います。でこっちの特徴なんですけども、こちらもこのようにコマタフ、そして手の形に沿った形状、そしてこちらはベルトがちょっと特殊になってます。このように一体化したベルトやってますね。スイングするときにちょっとベルトが違和感感じてた方とか、本当に違和感感じなくスイングができるのでおすすめになってます。そしてあとこちらはウォッシャブルになってるので汚れたら洗いますね。というわけで今回はこちらのアディダスのバッテの紹介でした。皆さんぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。今回のお題は野球あるある守備編、ファインプレーからの悪送球。本日の MVP 賞はこちら、こちらを見つから選んでいただきます。チャンネル登録はここから、このお好きな登録はこちらを見てね、見てねー。